いっぱいね。これ以上持てないわ。これ以上は持てないわ。6月6日、表面上は常に熱意にあふれて見える父だが、実のところそうでもないのかもしれない。ある夜、僕は父の瞳に反射する月の光に気がついた。父はうつろな目でぼんやりと星を見つめていたのだ。過去に父からアマゾンについての話をたくさん聞いていなかったら、あるいはそれを後悔や悲しみの表情と勘違いしたかもしれない。もしかすると父はただ単に虫よけのヘッドネットをかいくぐってきた昆虫か何かに驚いただけなのかもしれないが、これ以上は持てないわ。いっぱいね。これ以上持てないわ。8月1日、今夜は眠れない。ジャングルは怒りに震え、月も眩しいくらいに輝いている。想像力が独り歩きし、この深い暗闇の中を延々とさまよっている。ジャングルの呼吸が、息遣いも生々しく耳の後ろに感じられる。そのうなり声は地面を揺さぶり、異様な力が頭上の木々を駆け巡る。休息は最悪のタイミングでこちらを捕まえに来る危険な存在と化した。歩きながら眠りかけていた父を支えた時、父の手は杖すらまともに握っていなかった。食料はとうに底をつき、集めた果実と雨水でどうにか生き延びている。だがここで諦めることなんて到底できない。僕らをここまで導いてきたこの頑固さこそが自分たちを死に追いやるのではないかと恐れている。
トモ・ローリー・リンメル、ここに眠る。1925年。まだ続きがある、誰も通ってないのね。これは無理ね。もう持てないわ。変形した頭蓋骨。私たちが正常と考える形よりも平たく長い。一部のものはこれをインカ人と地球外生物との接触を示す証拠だと信じるけど、それよりも有史以前から行われてきた人為的頭蓋変形の風習によるものと考えるのが妥当だろう。これで石棺のところに行けるはず。まずい、登らないと。来世で私たちが最初に聞くのがリマクの声でありますように。
彼女の物語が私たちを癒しますように。異教徒の皇帝は命乞いをした。そしてスペイン国王に
3×6 バラの部屋いっぱいの金とその倍の銀を提供すると申し出た。王は偉大かつ必要以上の仁愛をもってその申し出を受け入れた。かくして2ヶ月のうちに身代金は支払われた。だがこの偶像崇拝者は信頼できなかった。配下の将軍による奇襲という忌まわしき企てが発覚し、アタワルパはひざまずいて慈悲を請うた。その命運はスペイン帝国の民の持つ権利として公正な裁判によって定められることとなった。結果有罪判決が下され死刑となったが、かの者は刑の執行前に主を受け入れたため天の御国へと迎え入れられることだろう。オチョア・アセベス著、ペルーにおけるピサロの事実報告書より。
マルコを探してるの。何のために？彼と話したいだけよ。トラブルはごめんだ。面倒はかけないわ。仕事を探してるの。仕事？ああ、なるほど。あなたがマルコなの？オマールに言われて邪魔しに来たのか。息子が動物に襲われてもしたら俺は。マルコ、私はオマールの仲間じゃない。息子さんはどうなってるの？オマールは膝を怪我した俺の代わりにパブロを発掘現場に連れて行ってしまった。今度は俺が代役を見つけなければ。パブロのために。息子さんをずっと働かせるのね。ああ、だが代わりを見つけてもパブロを返さないんじゃないかと心配なんだ。でもいい人材が見つかったでしょ。あんたが言ってくれるのか。ボスががっかりするわよ。ありがとう。パブロを見かけたらここにいると伝えてくれ。呪われているという噂の現地の洞窟の話。地の底から届いてくる不気味な音。洞窟へ入って戻ってきた者はいない。雷鳴と犬の遠吠えの中間のような不可解な音。そして謎めいた光が内部で輝いている。生から死、満月から新月の間、この神殿は銀の箱の守護者となる。近くの者の説明ね。かつて矢が飛んでいた場所で私は静かに横たえ、もう開くことのない扉を守る。
いっぱいね。これ以上持てないわ。壁の小さな穴に油が染み込んでるのね。
洞窟がうなりを上げ始めたら、一人の戦士が下に降り、苦しみをなだめなければならない。生贄がいなければ、皆が命を落とすだろう。村の長老たちは私たちに嘘をついていた。地下に猛獣など存在しない。私たちが聞いた獣の方向は、地表に通じる小さな洞窟を通り抜ける風の音に過ぎなかった。彼らは今までずっと恐怖で私たちを支配していたのだ。この地獄のような虫風呂から抜け出したら、その嘘を奴らに突きつけてやる。は戦と死を司る古代マヤの神だ。とても古い神で、一説では有史以前から存在したのではないかと言われている。歯が一本もなく、全身真っ黒の姿で描かれていることが多い。匂いの強い葉巻を好むということ以外はよく知られていない。興味深いことに、ボータンはドラムを発明した神でもある。ここから墓地を出るのね。大事ね。なんとかあれを消せるかしら。タ
イミングが大事ね。これで渡れる。振り子を一番高くまで引っ張ろう。何かが邪魔で動かない。もっと力がいる。
もう一つの振り子も動かそう。離れないと。
ちゃ。安物のプラスチックと銅で作ったオイルデリックの反則用模型だ。土台にはポルベニールという企業のロゴがついている。いっぱいね、これ以上持てないわ。ちょっと寄っていってちょうだい。何かお探しのものでも、ララ。元気でね、ララ。何を探しているの？何かお探しのものでも、ララ。ちょっと寄っていってちょうだい。ありがとう。さあどうぞ。取引成立ね。うん、これは無理ね。もう持てないわ。何か必要な時はいつでも来て。これは少し変わっている。羊、ラマ、ヤギの群れが描かれているが、普通は一人の農民が三つの異なる群れの世話をすることはない。丘の上にラマが一頭ポツンと立っている。動物を見守るインカの神ウルクチレイだろう。ウルクチレイはしばしばラマの姿で描かれていた。これは土地のすべての羊飼いたちからの群れを守ってくれるウルクチレイに対する奉納であり、彼らの暮らしを守ってくれることへの感謝の印だ。
したいものがあるの。かい？今度は子供を働く。